はい、どうもこんにちは、しんげんくんです。翔です。今日はちょっと夜の山梨向こうの紹介でございます。ここは昔よくお世話になって今もお世話になってるけど、俺も週1ぐらいまで受付で来てる。クラッシャーズバー C4 さんに来ております。もうね、めちゃくちゃすげえ盛り上がる楽しくて来ちゃう普通のまあバーなんですけども安いんですよ。めちゃめちゃ安い。お時間いて3,800円飲め放題、フード一品付き、すごいよねで、あのここのバーを紹介するのは名物なんですよ、マスター。で、過去に、今は違うよ、知ってる人は知ってるかもしれない、夜中12時過ぎると山梨県一治安の悪いバーって言われてました治安も今は大丈夫一応ねいろいろある。だって12時ぐらいにこんちゃーって入ってたからさ、普通になんか空をさ、こうテーブルが回っ飛んでんの、こうやって今は全然違いますよ。来る方はもう安心安全なんだけど、でいろんなお客さん来て面白いから、面白い、紹介したいなと思って、今日はマスターにね、あの取材させてくださいってこと言ってあります、うん、早速山梨県行ってみましょう。レッツゴー。いいじゃん、やるじゃん、ちゃ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 ん、また見ぬ山梨の宝探しに行くんじゃん。どこまでいいですか。どこでもいいよ。1個しかない。1個しかないの。いつも用意しろあとお前誰かに持ってこうアップとかこうやるやつ1人だと経典3つと音と見とくね。じゃあどこ座ったらいいですか。いや、どこでもいいお久しぶりです、秀樹さん。マスターの秀樹さんです。はいはい、藤巻です。どうも、ご無沙汰で超堀です。周りなんて言ってた、秀樹さんから名前をね、いただいて、僕ちょびよって言われてます。もうとにかくちょびちょび明るいちょびちょびで、まあ、よかったね、山梨の新陳代謝でよかったねなんだ健康代謝じゃなくて、なんだっけ山梨だし僕が来た頃は、よく C4 は山梨で、その頃は治安が悪いね。うちは治安が悪いバーで有名でした、本当に。その説はお世話になりました。治安はいいけど客もあんまりいませんで、お願いします。夜中来ると空をね、椅子が回ってたりとか。まあ、グラスは舞うわね、女は吠えるわね。まあ、飲み屋だから。でもワクワクしましたから。カオスなんですよ、やっぱり。クラッシャーズバー、25年目です。はい。範囲が広いから。いろんな人いる。どうやって育ってもらったんですか。時代だな。その年はそういうお客さんが多かったって話。今の若い人って結構真面目さ。だ時代でやっぱ流れが違う。綺麗に飲むようになりましたよね。いや今はまあそういう変な若い人あんまりいない。もっと元気で何パックするか喧嘩するかみたいなお客さんが多かった。ついてますね。そうだから酒が入るからね、しょうがない。まあいろいろあった方が飲み屋っていうのは売れてる証拠かな。まあまあまあそうです。とは思ってやってましたよ。噂になってなんぼだよ。そうそうそう。ミキさんとはいつも久しぶりに会いますけど、久しぶりだった気がしないです。変わらんからな、喋りがな。喋も変わらんから、いつもなんか健全な感じで見える。でも今体重すごく増えちゃって。あら、これ。いいよ、いいよ、出すね。一人体重なんだ。名前ちょっと変わって。飲みます。ヘネシーだから、あれにしよう。ニコラシカに。いいじゃん、チビチビ飲めば。一調子、二調子、三調子、四調子、六調子、七調子、八調子、九調子、十調子。バカ、調子の縦断活用じゃない。そうなんですか。あるよ。県外の人に教えてやるの。だから一調子、二調子、三調子、四調子、一調子、六調子、七調子、八調子、九調子、十調子。一個チョークしてましたよ。チョーク。同じの固定しました。あ、もういいよ。でも大丈夫。はい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 。NC で高級で。うん、うん、うまっ。あー、うまっ。うまっ。うっ、おっちゃんね、田中入りのこうまんま、こう顔に、顔に似てますもんね。似てる似てる、若い時はそっくりだからこの前滑るんですか。いや、できない、2秒あー終わる今回サムネ、元山梨県一治安の悪い場所いいですか。もっと山梨県一治安の大体の人は、あ、なるほどって、あ、C4 知ってる人はね、まあ、30代、40代の人はね、有名でしたもんね。もうある程度飲んでる人は、なるほどと懐かしいもあるかもしれない、あるかもしれない。カップル結構でもいいかもしれないですね。早い時間は完璧で、完璧っすね、うん、遅い時間どうなるんですか。遅い時間はいろんな人がいるからわちゃわちゃし、一人で来ると本当に面白い、うん、何が求めてる人が来るとすごいぴったりな、まあ、従業員優しい人ばっかだから、そう遅い時間はね、酔っ払ってちゃちゃがこうガヤが多くなる。お客
さん同士仲良くなるし、それが面白くてやっぱ遅い時間に来る。そうでしょ。そう、俺はこれは嫌いさっき言ってた。やべ、そうそう、飲む時間がしそうなんだ。結構だ、会社引退室でさ、いやあ、まあ今は違いますけど、そんなだって夜中になるからテーブルバンバン空張ってるからさ。いや、こんなしょっちゅうやな。違うだろ、設計は。本当のプラッシャーじゃん。じゃあ、ほんとしょっちゅうだって、しょっちゅうだってたけど、一時は。一時はね。今見ない、全然見ない。この動画を見た人に、例えば、うん、テキーラ一杯サービスとか。あ、いいよ、落としテキーラあげますよ。マジで？だからぜひ皆さん、動画見たっていう CM を来てもらって。ひいきさん持ちで、テキーラ一杯。日本はいくらでも飲まれちゃったら飲まれるだけ飲んで。まあそうだけど、5時間もいればね、こう従業員が多少飲ませてもらったりさ。だ、店員さんはお客さんからもらわないから飲めない。飲めないですよ。同僚じゃねえか、勝手に飲んだ。多少目つぶったりするよ、多少の子も。だけど基本的に俺だ、同僚だよ、はい、間違いないですよ。そこなんじゃねえ、飯食わし給料払って酒飲まれたら。そこなんじゃないだろう。あ、じゃあ飲むし、いっぱいです。ありがとうございます。そういう、あのプラスアルファで一応どうにか続いてて、俺ずっと5時間でガンガン、もう酒飲みでガンガンで、あと何にもしてくれんで、俺だけだったら潰れてるかもしれんね。なんか飲めし好きなやつ。多少ね。でもね、5時間でも延長する人ね、はい、結構いるよ。マジっすか。飲み足りないんだ、5時間飲んで。なんか他の店行って2時間で帰りたくなるけど、8時間ぐらいいる人いるからね。そんな楽しいとこねえから、どうせ大したことないんだろうなって思ってくると意外と楽しいな。当たり日と外れ日がありますからね。当たり前よ、うん、あの来るとあの話してくれるの。いやでも、今年何歳ですか。もう56、今年7、57だから。5台、6台、バーレー、ツーストー、BM、スラーレー、女引退。今度ね、ドールにはまろうとしてる。引退だから、女引退だから、だから店に2体、家に2体、持ち歩きに1体。はい、なるほど。どうしようもないっすね、マジで。いいな、いい、どういう方向行く。山梨の所さんだから。そうさ、でも俺の夢は、ね、旅人で、俺の夢はな、旅人で店をったらかって、仕事引退ほど金ないから何にもねえからな、俺の税務署取られて、旅人しながらバイトしながら、あとこっちから2万円ぐらい送金たまにしてもらったりしながら、行くとこ行くとこなんか思ってもらったり、なんか助けてもらって旅人全国ツアーして。それ10代がやるやつですよ。だから57歳ですよ。永遠の10代だから。最近だってバイクか、そういうもん買うからいけないじゃないですか。この前知り合いがおちんに皮切ってで、ちょっと注入して、俺70何万かけたで、それにカチンと切って、じゃあ俺もカチンと来るポイントだから。俺もそれでバイク買ったさ。俺こっちはおちんに対抗するためにその70、その前のハーレーの時は友達がソーラーパネルを家につくつけて、カチンと切ってハーレーに150万円作らせた。誰かが頑張った時に、はい、じゃあ俺もやっちめえみたいな。わかる？わからんけどね。バイク屋でさ、ネジがさ、合わんで、すいません、ネジがちょっと合わないって言ったら、女の人レジで、あ、ガバガバなんですねって言われて、すぐなんかこの人いいってなっちゃって、なんか色っぽくてさ、でも本当のボンだもん。まあいいじゃん、女の人に嫌われるもんでしょうね。ただ面白がれるとすげえファンで来てくれる。嫌われる場合もあるけど、好かれたら本当に常連になってくれる。やべえな、曲幅広いからどこ買ったじゃいねえの、大丈夫かな。俺も勝手にやってくださいって言ったのお前だろ。しかもあんまりピーピーしちゃ悪いから、ピーピーしないような会話してるからな。ああ、おいしい。うん、うまっ。うん、何チェイサーです。チェイサーな、これ日本人だけでウォーターをチェイサーって。そうなんですか、うん、これがチェイサーだ。ウロマじゃない。だからチェイサーなんだ。ゆるい酒はチェイサーだから。俺すごそう、だから動画で僕食べなかったの初めてですよ。ツッコみやすいけど、まあまあまあ、秀樹さんから言えばね、張り切ってるよね、ボケるもんな。こんなの置いてウォーター、ウォーターチェイサーですって。お前誰に言ってるんだって話だよ。 C4 はどんなパワーを目指してるんですか。山梨県どうありたいんですか。
こんな生活でやばい、体ぶっ壊れて死んだ人結構いるから、いろいろ友達とか後輩とか、ね、飲み屋選手が、はい、やめたいけど、もう、ね、従業員がねちょっとね頭がね弱い人多いから、割り算が できないような人も多い、掛、はい、け算はギリできても、はい、でもボケてて汚れのバーでいいかな、はい、目指すよりもう正当のバーいっぱいあるから、はい、田舎だから面白い、なんだよ、テコリンで面白いな、それでいい。あとはイベントね、もういつも霊園パブやってる夏はね、線香あげても霊園パブ、霊園パブお経かけて、そこで仏壇みてにして、あとろうそくかけて、ずっと半夏神経だけど、あのお盆中だから線香あげてもらうだよ。お盆だからね、先祖を敬うからね。そうそう、お墓参り行ってね、人もいるら、はいはい、先祖に線香立てろと、はいはい、これから大田聞いたりする。なるほどね、お坊さん2人来たら、お坊さん来るので、これ罰当たりみたいなこうしてて聞いたら、もうどんどんお盆中なんでこういうのね、どんどんしてくださいって言われて、でもね、俺もね、23年ぐらい、いや、すげえよ。だってね、氷入りあるな、骨壺だもん。骨壺マジで、お坊さん公認って言ってるけど、多分 YouTube で名前言ったら怒るよ。カエちゃん入れるか、え、今 YouTube で撮ってる、出る面じゃないでしょ。俺初めて見ました、この方は。カエちゃん LBCB 見てるのかな、男性。あ、え、男性なんですか。見えないよね、カエちゃん。違う、逆に連れてからすんで、連れてから、ちょっとだけあげる、まあ、最先端、挨拶だけ、だから最先端のうち。名前もじゃあ紹介お願いします。カエです、よろしくお願いします。はい、ゲストのカエちゃんです。そっちのアルバイトで、なんかそういう恋愛話でも交代したりするんですか。あ、まあそうですね、します。この前なんか大笑いで、よくわからん若い子来たで、あの俺の知り合いが連れてきて、こう言ったらちょっと噛まれる。噛まれる。噛まれる、こういうとこ。降りてね、酔っ払ってりゃ。今日の山梨どうなっちゃうの。今回結構うちの動画チャレンジで。いいじゃん、いいじゃん。俺とか選ぶ時点でチャレンジだからな。そうですね。言ったら。懐かしい。でも本当に女の子しか感じないです。そうだよ。でかいだ、また。何ですか。何が何でね。で一番でかいから今まで俺が死んで。ちょっとやめても。ちゃんとペッてコンプラ。今日は偉いもんで、ミヤさんにしては回しますよって言ったら、うん、全然控えてる。状況判断できるって言うの。大人だぞ俺は。法の中に収まってるから、ね、ね、すごい。それですごいって言われる男だと思うんだよ。それは当たり前だから。もう一緒に海外旅行とか行きましたもんね、ヒデさんと。いや、楽しかった。あれももう10年以上前だもんな。死体の博物館でな。死体の博物館、そう、俺がね、そうそう、発見して、あのね、死体の神様だったな。の神様祀られてるやん、タイムな。こんぐらいあるんだよ。いや、もっとあるから、こんなだから。今、今の話はいいから。寄生虫だったけど、どうじゃわかんないから、神様的に。崇められちゃう。垂れ上がっちゃってるの。そう、今じゃ病気ってわかるんだけど、昔はわかんないから、神様的に祀られてた。はいはい。で、カイちゃんは彼氏いるんですか。いません。いたことあるもんね。いたことはある。単発入れたら10人ぐらいな。それは、それは。単発入れたら20か。山梨、そういう集まりやすい場所あるんですか。会長の田舎の方の公園がそこの公園なの。夜、そこがガチなやつだ、それ言ってしまうと。私が聞いたのは地方部でさ、社会勉強になるね、いろいろね、知らないやつ、裏ネタ多い、本当に情報は早いっつうか、最先端っぽいとかある田舎でもいろんな情報入ってきますね。そこそこの時に初めて来て楽しくなっちゃって、働く人いねえかみたいな話になって、じゃあやるって言って、いじめられてするでよ、昼間社会でまだ厳しいか田舎だって。そうなるといじめられて暗くくるで金もねえから、じゃあちっとでもバイトでもしてりゃいいじゃんか、ちょろちょろたまに入るでいいじゃん、悩んできてな、暗くでいるじゃん、何でもいいから今の時手伝ってくるよ、もしはもうなんか仲間があった方がいいな、外でいじめられた場合さ、あのネット見て友達いる。そんないい話は全部カットします。まあいいよ。ちょっと悔しいけど採用してるだろう。夜ってな、ホエムコーンはいろいろ裏切りもあるけどな、こうやって情も深いところもあるんだよ、ところがね。そう、あのね、のんべいの人はたどり着くだよ。わかりますよ。他でボラれたとか、でも酒好きな人はね、たどり着くだよ、ベテランの客は。しょうがない。最近じゃ飲み屋の下水道でなんか汚れがついてる。下水道み
てな飲み屋だなっつって、うん、でもね酒でグタグタで面白くなりゃいいかな、うん、帰りとか運転とかしなくてちゃんと送迎とか、ね、ちゃんと、ね、タクシーとか帰りゃいい子ね、あと寝てきゃいいだから寝るとこいっぱいあるからいっぱいあるねたまに朝方死体だらけいやここだけ気をつけりゃね、そんだけになるの朝まで飲むともうすっきりする、絶対食べちゃうこれ翔くんおすすめのそうオムライスオムライスね、これマジガチレストランのオムライスだから、うちらばかレストランバーだからな、誰か怒られるんだよ、飯が出てくるからうめえ、マジうまいこれ、確かにこれは言うだけありね、うちのオムライスで10キロ太ったってやつも始めました、これランチでやっても取れますね、お前ランチはやらんけどね、24時間営業みたいな感じだはい、というわけで今回もあの縁も竹山になりまして、はい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 、今お届けました、どうでもいいんですよ、こんなんでいいの、全然楽勝かな練習する身にもなれ、はい、すみません、こんなんちゃんでもし面白かったらね、新方の方来ていただければ、長兵衛さんによろしくお願いします、安いんでね、ぜひ来ていただいて、ぜひぜひ、普通のバーなんで、はい、はい、というわけでまた次回の山梨県でお会いしましょう、皆さんありがとうございました、よろしく、クラッシャーズバー志保でした、よろしくお願いします、みんなありがとうございます、じゃあ大根一でお願いします、大根棒、はい、エンディング酔っ払っちゃってるじゃねえ、売れちゃったよ、松戸だったな、ここな、エンディングはこう飛び乗って途中でもグタグタじゃん、そう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 、はい、ありがとう、お会計お願いします、はい、ありがとうございます、大空尺